旅に出ようよの梅チャンネルです。今日は、熊本県の阿蘇にある、高森湧水トンネル公園に来ました。すごい水がきれいじゃん。ここのトンネルです。トンネル公園、なんか電車の線路を作ろうと思ってトンネルを掘ってたらしいんですけど、どん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 湧き水が出てきて工事を断念したらしいです。その跡が残ってて、湧水トンネル公園になってます。入場料300円払います。はい、トンネルの中に入ってきました。なんか永遠つながってるような気がするんですけど、どこまでもすごい湧き水でしょうか、湧水でしょうか、綺麗な水が流れてます。今12月、今日は15日でクリスマスにこれからなりますんで、ツリーのイルミネーションが永遠と続いてます。ウォーターパールまであと300メートル。ウォーターパールってはたまた何でしょうか。確かにこれだけ湧き水が出てくると工事もできないでしょう。ここまでも続いてます。あ、そこで終わりか。お、すごい。魚を泳いでて心理的です。
何これ。